はい、こんにちは。ワーチャンネル前原です。はい、今日はですね、こちらのポケモンカードを開封していきたいなと思いますね。タッグボルトっていう昨年の12月に出たやつかな。で、なぜこれ開けるかっていうと、ポケカーやっていきたいなと思って。かなり前にライブ配信でこのスターターデッキ3つ開けてね、見てみたんだけど、それ以降実はやってなくてさ。でもあとあの、1番の付録でこれもついてたね。あ、そうね。そう。おい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 。デュエマほっといてポケカ打つんのかよ、おいお前と思ってる方、デュエマもまた復活させようと思ってますので、はい、もう少々お待ちください、はい、5パックずつ開封していいものが出た方が勝ちみたいな感じする、レア度が高いものを多くゲットした方が勝ちにしましょう、で、負けた人には地獄の30秒間が待っております。久しぶりだね、こういうのね。じゃあ僕の1パック目、白竜。お、白竜。ビードル、ビリリ玉、時輪の森、球根。豪華景品いっぱいキャンペーンだって、はい、で私の1パック目、ルージュラ、カメール、人影、ハイパーボール、おーケンタロス。以上。じゃあ僕の2パック目、ミニ竜、ヒトデマン、マンキー、カブト、ゴローニャ。アローダだ。あ、アローダのゴローニャ。はい、じゃあ私の2パック目、ドコン、パラス、ポッポ。おおお、ラティアス&ラティオス GX。 やった。マジかマジか。ピジョット。お、じゃあ僕の3パック目、ミドリーナ、リザード、沢村、オムスター。ちょっと気になってる。ミドキング。はい、私の3パック目、ニャース、石つぶて、アローラだ。おお、ポニータ。お、エリカのおもてなし。あれ、エリカのおもてなしのスーパーレアってたすごい高いんだ。カブト。以上です。じゃあ僕の4パック目、ゼニガメ、ベトベター、ギャロップ、ラプラス、夏目の暗示。じゃあ私の4パック目、カモネギ、毒クラゲ、コダック。あ、EV カビオン、 EV カビオン GX。スターミン。じゃあ僕最後の5パック目、メノクラゲ、ピジョン、ゼニガメ、スピア、ジャッジマン。お、以上でした、アイシンくん。はい、じゃあ私の5パック目、コクーン、ニドラン、オスかな、謎の化石、リザードン、シロナ。はい、以上でした。はい、じゃあ集計終わりまして、パパが出たのはレアが2枚のダブルレアが2枚かな、はい、エイシンくんはレアが1枚のアンコモンがちょっと、コモンが大量です。っていうことはこの勝負はパパの勝ちかな。ということでカードをまず見ていきましょうか。はい、レアで出た2枚はこちらですね、リザードンのたける闘技ってやつと、エリカのおもてなしってやつですね。このトレーナーの方、これなかなか良さそうな効果がついてますね。リザードンの方は2進化って書いてあるんで、2回目の進化の時にしか使えないのかもね、このカードね。はい、続いてダブルレアの2枚ですね、EV& カビゴンとラティアス&ラティオスです。はい、いいね、これ両方もキラだったね。こういうのが出てよかった。あの10パックさ、今回はバラ買いだったじゃん、だからさ、全然何にも出ないかと思ってたから、こういうのが、出てよかった、出てよかった。そしてエイシンくんが出たレアはこちらですね、オムスターってやつだね、これも2進化って書いてあるからあれかな、2回目に使えるんだね。そうだね。で、次回のポケモン動画はこのポケカに今出たカードをちょっと混ぜてやってみたいなと思いますね、まあ初めてバトルするからね。だね。まあその前にルールをちゃんと把握しないといけないからね、はい、ということで、今日の動画がとは言わないよ。あー、地獄の30秒間、今日の30秒間ですね、30秒間ポケモンの真似をしてください。何でもいいです。何でもいいです。時々変わるとかありなの？あ、変わっていいよ。ありなの、うん、変わっていいよ。はい、では30秒間スタートしますよ。何でもいいからね、ポケモンの真似お願いします。せーの、ドン。ピカチュウ、ピカピカ、ピカピカチュウ、ピカチュウ、ブイブイブイサイライダー。
ひがじゃあ終わりました。大変だった、はい、本当大変だった。これは大変だよ。基本的にはピカブイに頼りだったね、ピカチュウと EV とライチュウでしたかね。はい、よく頑張った、はい、よく頑張りました、はいはい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録が真ん中からよろしく。ということで今回は以上でございます。バイバイ。次はパパを任せてやる、ピカチュウ。